こそめっちゃいい映画だったりとか、えみたいな、意外みたいなこととかも結構あったから、そう、自分が自分の好きなものを貫いてやるのもいいけど、割とその意外と見られ方だったりは違ったりとかするのかなって思うから、こうそういった意味では自分が好きをそのまま貫くのもいいけど、自分の好きな自分をね、なんかいろんなのを見せた方が楽しんでもらえるんだなっていうのもすごい勉強になった。だからそうそう、それこそなんだろう、いろんなものとかいろんな髪型とかをなんか見せたいなと思ったし、そうだから結構、まあ、毎日ができたから何あげようかなとか悩んでたんだけど、食べるの好きって言われたりとかもコメントでいっぱいあったけど、食べるのばっかりに食べるものの種類を変えるだけとかじゃなくて、ちゃんとなんか今日はなんだろう、違うことやってみようとか、そうハンドスピナー回してみようとか考えるのもすごい楽しかったです。あ、でもあと5分ぐらいだな、そろそろかな。ありがとうございます。終了でいいんですね、とりあえずキャンセルじゃないです。